2004年2月には応用走行訓練が開始された。応用走行の初めに行われるのは2台の競走車を並べて走る2車並列走行である。今まで4ヶ月間やってきた基本走行では、フォーム、コース、この安定を目指して、まあ、自分一人で走る訓練をしていたんですけども、実際レースでは8人、一緒に走るわけで、レースに近づけるための段階としてまずは2車で並列走行というのを行います。2車並列走行では、内側外側とそれぞれお互いの車のグリップ向きを合わせながら、お互いを意識してきれいに、合わせながら回ることを、目的として訓練を行いました。2車並列は基本走行が終わってすぐ始まったんですけど、隣の人と車の向きやスピードを合わせて走らなくちゃいけないのですごく気を使いました。あとスタートも難しかったですね。やっぱ車をその横の車と合わせるのが難しかったです。やっぱ今になって思うとこうレースするときにはそれが全部の基本だと思うんで、やっぱそれが生きてるんだなと思います。2車並列走行の次には3台の競走車を並べて走る3車並列走行が行われた。2車並列では、2人の息が合えばよかったんですけど、実際に3車合わせるとなると、3人の、グリップ向きが合わないと綺麗に車が合わず、一人でもミスをしてしまうとどうしてもそのバラバラになってしまうので、その3人の真ん中の車のバランスをとって内側外側を意識しながら綺麗に向き合わせて回るということが難しくなってくるので、その意味で2車3車と、段階を得てレベルが上がった訓練ということになりますね。はい。2車並列が終わって3車並列やるっていうことになって、ちょっと難しそうだなと思ってやってみたんですけど、2車並列が確実にできれば3車並列も、そこまで難しくないというか、その延長だと思うんで、思ったよりかは、スムーズにできたっていうのが感想です。内側の人がたまに自己中心的な人とかがすごい飛ばして走ってる時があるんですけど、それで外側についてると結構スピード出さない、内側の人よりもスピード出さないと並んでいけないんで、ですごいスピード出していって滑りそうになったりしてやべえみたいな、かなり緊張して走ってました。でたまに滑ったりして外側の人に迷惑かけたり、ちょっと危なかったりしたこともあります。訓練が進みスピードが上がってくると時として起きるのが事故、いわゆる落車である。今まで基本走行では何かしら走行の間にミスがあって、最悪落車ということがあっても、自分一人落ちていることだったんですけども、実際並列走行でミスがありますとどうしても車と車の間隔が狭まっている関係で、一緒に走ってる他の人間に対して迷惑をかけてしまって、で他の人間を落とすということもありますので、そういった意味で、訓練の間も候補生も
今までと違った緊張感を持って訓練を していたと思います、はい、それとさっき言ったみたいに気を抜くな、手を抜くな、それができてないからそういうことになるんだよな。これから模擬レースとか何かやるときはそういうケースが多々出てくる。気をつけないと怪我をすると。事故に遭った競争車は分解し各部品を念入りに修正する。これもまた重要な整備の技術である。